ケイト・ギャリー・ハドソンはアメリカ合衆国の女優。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。母はイングランド系とハンガリーのユダヤ系アメリカ人の女優ゴールデホーン。父は歌手のイタリア系のビル・ハドソン。両親は本人の幼少時に離婚。その後母親は俳優のカート・ラッセルと同棲。現在に至るまで彼を父親として公表している。実兄は俳優のオリバー・ハドソン。義理の弟とイフテイとイボテイマイがいる。1998年にリコシェリバーで映画デビュー。同年公開の200本のタバコで演技を絶賛される。2000年にあの頃ペニーレイントでゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞、アカデミー助演女優賞にもノミネートされた。10日間で男を上手に振る方法やトラブルマリッジ彼と私とデュプリーの場合といった。ロマンティックコメディ作品のヒットが多く、新ラブコメの女王と評されている。2007年に短編映画、Cutlassで映画監督デビューを果たす。2008年にピープル誌の最も美しい100人に選ばれ、表紙を飾った。2000年にブラッククローズのクリス・ロビンソンと結婚し、2004年1月7日に長男を出産。2006年8月14日に破局が発表され、同年11月17日に離婚。クリス・ロビンソンと離婚前にトラブルマリッジ彼と私とデュプリーの場合で共演した俳優のオーウェン・ウィルソンと交際を始め、2007年5月に破局。2007年には俳優ダックス・シェパードと2008年には再びオーウェン・ウィルソンや自転車レース選手のランス・アームストロングらと浮き名を流した。2009年5月に野球選手のアレックス・ロドリゲスと交際を始めたが、同年12月に破局。2006年、ハドソンは自身が摂食障害でひどく痩せ細っていると報道したタブロイド紙ナショナル・インクワイラーに対して訴訟を起こした。ハドソンは当該記事は見えすいた嘘であり、悪意のある記事が多感な時期の若い女性に与える影響を心配していると声明を出した。ナショナルインクワイアは、ハドソンに謝罪と賠償を行った。2010年、ロックバンド、ミューズのボーカル、マシュ・ベラミーと交際を開始し、2011年4月に婚約、同年6月に男の子を授かった。2014年に婚約破棄を発表したが、ハドソンとベラミーの間柄は、息子と共に良好で、共同親権を有している。2018年10月、かねてから交際していた、ボーイフレンドで日系4世のミュージシャン、ダニー・フジカワとの間に女児が誕生した。ダニーの曽祖父母の彦座フジカワというの村が共に、東京出身の日本人移民で、祖父は、外科医、法律事務所を営んでいた父親が晩年ハドソンの友人サラ・フォスターの母親と内縁関係だったことから知り合った。ありがとうございます。